はは。い、こんにちは山寮と申します。まあ、雑談なんですけどね、本当にね、今ね、いや、6年ぐらいね、ずっとね、タイトルが思い出せなかったね、漫画のタイトルをね、今、やっと思い出せたんですよ。えっ、ー、とね、何の漫画かっていうとね、あの昔、アマブリリアント・パークってあるじゃないですか、アニメからもしましたよね。あれが、アマキ・ブリリアント・パークが出たときに、私ね、 あれを見た時にあれ昔こんな設定の漫画あったよなーってつぶれかけの遊園地に女の子の主人公がいてなんか中国人みたいな感じのねチャイナ娘みたいな感じの子がいてでそれで えー、そのボロボロの、ね、遊園地のもうすぐ近くにねあの新しい東京ディズニーランドみたいな、ね、やつが立ってねそう、うん、それでそこ,そこのところからいろんな迫害を受けながらもこうその縁を、ね、立て直そうと頑張ろうっていうねあのようなね作品だったっていうのを覚えてたんですけどそれがあったよなーっていうのは天城ブリリラントパークが出てアニメ化とかしてるのを、ね、あの情報とかこう民ンからね ああだよなあ、でもなんで作品やったっけな、どこで連載しとったかもね、なんも思い出せなかったんですけどね、今ね、やっと思い出しました、あのつながりになったのがね、たまたまなんですけどね、あの今日あの8月いっぱいで、あの年えんさんが閉園になるんですよね、あの長い歴史になった年しまさんが閉園になるって言って、ね、なんかそれでふと思ってね、えー、見てて思ったんですけど、そう、あのね、タイトルがね、えっ、ー、とね、 アイムナムっていうね、作品でして、リンク貼っときますけどね、あの少年サンデーコミックスで、えー、いつ頃なのかな、これ連載しとったの。えっ、ー、とね、もう Kindle 版しか今出てないですね。えー、っと、1987年か。だから多分、当時に買ったわけじゃないですね。週刊連載で全3巻なんで1年も連載してないかなっていうぐらいですよね。 と、えー、いうことなんで、えっ、ー、とね、えー、アイムナムっていう作品です。えっ、ー、とね、書いてる先生はね、細野藤井子先生ですね。細野藤井子先生っていうと、えっ、ー、と、ギャラリーフェイクか。ね、そうだそうだそうだ。ね、えー書いて、書いてた先生ですよね。そうだそうだ。の、えっ、ー、と初期の作品ですよね、かなり。えー、ですから。 と、ねえー、いうことになるんですけどね、全3巻で、ねえー、連載してたというものになります。うん、えっとね、あらすじだけ紹介しましょうか。私もね、もう細かい内容はね、えー、抜けちゃってますけど、一応説明ね、し,しておきましょう、えー。僕の名前はナム、えっ、ー、と、これは、なんでもねえー、サーカス団の一員で、猫のぬいぐるみ着てるけど、れっきとした人間なんだ。サーカス団のメンバーは、メイリン、サラ、 ミスター・チン、天皇など、名前が、名前がモードですけどね。当時の時代を感じますよね。でええ、愉快な仲間がいっぱいと、メイリンのおじいちゃんが団長なのさってことで、そう、このメイリンのお,おじいちゃんをしたって、そう、行くんですよね。で、僕たちの今いる場所はえ、遊園地の練馬園ってことで、そう、この練馬園と年馬園でね、繋がってね、え、奇跡的に思い出したんですよね。そうだって言って。 練馬園っていうところが舞台になっとって、えー、いこの練馬園っていうところここにお客さんが来ないのはすぐ隣に大遊園地クリスタルランドができたせいなんだそこから派遣された、えー、渋ワ二隊が僕たちの邪魔をしてっていう、えーえー、説明になってますね。 主人公はこの,あの着ぐるみ着た、あ、そうか、だからアイムナムなんだ。そうだ、あの着ぐるみ着た、ね、あの猫っていうか、パンダというか、なんか熊というか、謎の、ね、着ぐるみを着たね、えー、子がいて、この子がナムって名前で。で、えー、どっちかというと、なんかメインで出てくる女の子がメイリンちゃんっていう女の子でね、うん、この子がいわゆる、えー、チャイナ娘って言ったらいいのかな、うん。で、そのおじいちゃんがサーカス団の団長で、そのサーカス団が、えー で練りまえっていうところでサーカスをやっとるんやけど、まあ、ここがもう全然流行ってないと。もうボロッボロのね、えー、遊園地でっていうことで、そう。で、その遊園地を立て直しに、その、えー、とかに、その、メリーちゃとかこのナ、ナムが、あの、ここを封筒するっていうね、その、仲間と一緒にね。で、それに対していろんな嫌がらせを、この、あの、そのでかいクリスタルランドのね、えー、やがこうやってくるのに、こう対抗してとかっていう話なんですけど、 これがね、良かった作品だったんですよね。ちょっと私も改めて全部読もうと思うんですけど、えー、これね、ごめんなさい。お家間違ってるかもしれません。もう、に、小学生の時にチラいと読んだっきりですからね。全3巻なんですけど、確かね、お家はね、結局閉園に追い込まれるんですよね。で、えー、こっからネタバレありでいきますからね。うん。で、えー、 こえ確かねその、えー、メイリンちゃんとかがそれやってわこうやってここやってやってるってことなんですけど実はこのメイリンちゃんとかこのサーカスランっていうのが実は本来はク,クリスタルランドからあの送られてきた確かあのそのそなんて言ったらいいかなあのいわゆる工作,工作員みたいなあの立ち位置で。 えー、なんだけど実は本来はだからあの最後の生きの根を止めにかか,か,かるためにあその送られとったんやけど、うんえー、やっぱしその仲良くなってしまって情が移ってしまって、えー、なんだけどまあ最後にはそ,それがバレてしまってみたいなね、うん、で、えー、確か最後のおじいちゃんがいい夢を見させてもらったよって,言って園長さんがね言ってその豊島園を閉めるみたいな話じゃなかったかなって思うんですけど。 多分もう本当ろ覚えなんでね、ちょっと改めて読んでね、レビューとかやってみたいと思います。とりあえずね、思い出せた、とりあえずタイトル思い出せればね、えー、ガーッと調べてね、えー、見たら、とりあえず Amazon の kindle であるらしいんでね、さすがにね、これは満喫でも置いてないと思うんだよな、ちょっと探してみようかなとは思いますけど。うん ということで、何かしらちょっと読んでみようと思います。ということで、皆さんもね、よかったら細野藤彦さんのね、アイムナムっていうね、アイムがアルファベットでアポストロフィーの M に、カタカナでナムっていう作品で、全3巻で出てます。よかったらぜひ探してみてください。あの、で、見つかったらまた私にも報告くださいということで。<laughs> とりあえず、この動画はね、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。